はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、中華発送物が一つ届きましたんでご紹介いたしますね。プチプチ封筒の中にね、こういう形でもうそのまま入ってましたね。 SQ11 というミニカメラですね。アリエクスプレスから17日目で到着いたしました。購入金額は送料込み635円です。一応黒を注文したんですけど、赤と青はね50円高でしたね。一応ね、本物だろうというギリギリの線でね、一番お安いところで買ってるんでね、下手すると偽物かもわかりませんね。はい、こんな感じですね。今のところはね、なんか本物っぽいですね。説明書は英語と中国語のみです。あ、こんなことはあっていいのだろうか。なんかマイクロ SD カード入ってませんか、これね。えほい、あ、16ギガ、なんかデータも入ってたりしてね、使い古しのカメラだったりなんかして。今ね、このマイクロ SD カードをちょっとね検証してみましたね。予想通りの展開で中に動画が入ってましたね。なんか中国語らしきね、喋り方のね、方の動画が映ってました。これがね、ちゃんと動くかどうかがね、ちょっと鍵になってきましたね。まあ、こんな感じでね、外観は非常に綺麗なんでね、ちゃんと動いてくれさえすればね、私個人としては別段文句はありませんね。テキストファイルでね、今日の日付設定して録画してみるとね、19年の11月24日とかね、ちょっとだいぶずれて日付がね、表示されましたね。まあこれもね、テキストファイルでY のところをね、大文字の N に書き換えると日付表示がなくなるんでね、まあそれはそれでもう日付がなくなるだけで、あとはね、ごく普通に正常動作いたしましたね。はい、こんな感じでね、 SQ の12と SQ の11を並べてね、今から画像を撮ってこようと思いますね。テスト中。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。SQ の11と SQ の12の違いですけどね。SQ の12の方がより広角になってます。まあこういうミニカメラはね、モニターがありませんので、まあ撮りたいところが、まあこの広角がね、ちゃんと撮れる確率が高いですね。あとね、音に関してはもうこちらのね、新しい方 SQ の12の方がね、まあ感覚的に2倍ぐらいのね、音の大きさで撮れますね。本日は以上になります。ありがとうございました。失礼します。